クラスノヤルスク橋クラスノヤルスク橋は、ロシアのクラスノヤルスクでエニセイ川をまたぐ、シベリア鉄道の鉄橋である、エニセイ川鉄橋とも呼ばれる。クラスノヤルスク橋は、ラブルプロスクリャコフの設計により、1893年から1896年にかけて建設された。プロスクリャコフは、この橋のモデルを1900年に開催されたパリ、万国博覧会に出展し、 金メダルを受賞した。全長1キロメートル弱のトラス橋で、完成当時は世界最長級の橋であった。建設用の鋳鉄は、ウラル地方から、セメントはサンクトペテルブルクから、鉱材はワルシャーから運ばれた。橋脚は流れてくる巨大な氷海に耐えるために、花崗岩で作られ、ここでせき止められた氷海は、毎年2から3週間がかりで、トラクターで引っ張り、 下流へ流す。現在、クラスのヤルスク橋は、世界遺産の暫定リストに掲載されており、革新的な技術を実地に適用し多くの、追随例を生んだことを評価されている。ロシア語車層から見たクラスのヤルスク橋。ありがとうございます。